はい、どうもカズマルクスと申します。今回もですねマリオカート8デラックス、200cc ベア実況、パート2ということでやっていきたいと思います。さあどうしようか。でキャラクターなんですけども、ワリオにパタテンにローラタイヤ、黙々バルーン。ま前回のねパート1とは変わんないんですけども、キャラクターだけちょっと変えました。ワリオにしましたね。で、ドーナツ部屋が多い。やっていきましょう。で、リンリンメトロが2人、自分含めて2人なんで、これはねじれが1人いる、お任せも1人いるんで、さあどれだろう。おお、自分のコースが選ばれましたね。しかもリンリンメトロ。やっていきましょう。さあこの部屋はダンさん、ドンさん、3000の人がいるんで、まあ打ち勝っていこうかと。頑張ってね、やっていきましょう。さあいけるかな。前のモートンの人のカスタムすげえ。これ抜いて、オッケー。ポッと防御系出るんだよ。コインか。これなんとか電車消せない？オッケー。で、ここで UMT まで止めて。SMT まで止めた。UMT。で、ここジャンプして、なんか、下か。とりあえず SMT で、とりあえずバナナ2つ保持してるんで、これはちょっとサンダーとトゲさえ来なくて、まあまあかなりいけるじゃない。まあここはとりあえず逃げ切る。バナナも避けつつ、危ねえ。で MT 回復のかけて、さあ差はかなりあるよ。これちょっとテレサ来たけどもう大丈夫。ああこら怖いな、俺マジで当たんねえよ。でちょっとインついてて、あっぶねえ。ちょっとめちゃくちゃした。とりあえず MT の、あ MT たまらなかった。倒してすぐ倒して、どうだろう、大丈夫かな。とりあえず、まずは、1コース目は1位でフィニッシュということで。まあ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 、ちょっと、なんもなかったね。なんもなくて、1位逃げ切りで1位ということでね。逃げ切って1位もいいんだけどさ、こう、2位でさ、アイテムスナイプして、こう、逆転するとさ、嬉しいよね。ってことで、次のレースまで、カット。さあ、やっていきましょう。2コース目ですね。お、フレンドさん入ってきましたね。ドラえもんさん、ありがとうございます。フレンドさんもなんか最近ね、増えてきて、本当にライブも最近始めて、登録者数も結構増えてきたんですけども。本当にね、ありがとうございます。ってことはやっていきましょう。これはサンシャイン空港が結構多いんですけども。うん。ワリオ鉱山も3人いる、ね、うん。ただ確率的にはこれ、どうだろうな。ワリオ鉱山か、サンシャイン空港が来る予感がします。ってことで、ルーレットが始まり。さあ、上で止まるから、もしかして自分のコースがまた選ばれる。連続で自分のコースが選ばれていくってことでね。やっていきましょう。さあ、200cc サンシャイン空港ってことでね。1スタートなんで、このまま逃げ切りたいね。スタートダッシュも成功させる。オッケー、スタートダッシュ成功。ここはオッケー、ここはドリフト体勢からのアイテム取れなかった、まずい。ちょっとインチキスでアイテム取れなかった。とりあえずコイン集めようか。で最速出して、それで、ここはもう、UMT まで貯めて、OK な、危ね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 。とりあえず、コイン出なかったから助かった。で、ここは、危ね、これコイン、消えねえのかよ。とりあえず、消えた消えた、OK。幕消し成功して、で、ここ、消えたんで、とりあえずコインは8枚だから、まあまあっていうところで。で、ここも、150字と同じルート行って、焦げきてるな、まあ、最速出して、とりあえず、あ、
やばいな、これ大丈夫かな。まあでも差はかなりあるんで、とりあえず大丈夫かな。赤コーラはちょっと怖いんですけどね。ここはもう低空で、で、インターボ開放のエンパクションちょっと高い、まあ、でここは普通にちょっと膨らんでると思うんですけど、 OK。 なんかアイテムはかなりいいんだよ。コインがそんなに出てない。おっとサンダーか、後ろの、あーベビーマリオが回避ですね。うわ落ちた、やべえ、まずい、ちょっと待って待って待って、まずいまずい、これ来たまずくね、ちょっと待って。とりあえず MT 解放の、これまずいな、ドンさん来てる。うわコインか、パックン引いてる、まずい。 OK、 なんとか1、 OK、 あぶねえ。いやグライダーの着地ミスでね落ちたんですけども、なんとかねギリギリ1位をね取ることができました。いやーでもね、あそこで2つアイテム取ってればまだ良かったと思うんですけども、はい。ってことで次のレース、さあ、引き続きやっていきましょう。ミュージックパーク、スイーツキャニオン、ねじれマンションですね。どうしようかな。昨日前回ねミュージックパークやったんで、スイキャニにしようかな。やっぱりミュージックパーク選ぶ人もかなりいますね。で部屋の人数も増えてきたんで、これはかなり試合になりそう、戦いになりそうだね。ってことでやっていきましょうか。最終レースにやっていきたいと思います。さあこれはね確率的に言うとミュージックパークかな。でもお任せ2人いるし、どうだろうね、半分がミュージックパークで半分はスイーツキャニオンとお任せなんで、これは来たね、ミュージックパークやっていきましょう。さあ部屋も10人以上いるんで、まあこれはかなり期待できるレースなんじゃないかな。ってことで頑張ってやっていきたいと思います。さあ前回ね通行のミスしてダメだったんですけども、3位というね結果あったんですけども、今回はね1位を取っていきたいと思います。頑張ってね。ってことでオッケー。さあここはねランカーの維持、ランカーの底力、ただ赤コーラ来そうだな、これ大丈夫かな。オッケー、ここが大丈夫そう。オッケー、ここブレーキする、ぶつかっちゃうけど大丈夫、とりあえずちょっとシティ失敗で、こっちオッケー。大体あそこルートが変わるんで、ね、一瞬やジャンプして、とりあえずちょっとダート噛んじゃったんだけど、まあまあまあここアイテムちょっと取って、でここで8枚する、解放して、また SMT で解放してパックを見せていく。これアイテム効果した方がいいかな、どうでしょうか。で OK、 7D も綺麗、これはこっち OKOKOK、 200はこうグライダーで行った方がいいらしい、差もかなりあるんで。うわー、そこのサンダーはないわ。でも大丈夫、まだ差があるんで、ただ後ろキノコ系引いてると思う、うん、あでもサンダーで潰れたか、とりあえず頑張っていける、コインか解放して無視できるんで、で後ろの兄弟が迫ってる、ベビー兄弟が迫ってるんで、 CD はちょっと失敗、ミスった。逆、まぜ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 、ちょっと荒ぶってる荒ぶってる、落ち着け、頼む。あーまた抜かれたがギリギリ、マジかー、ミスったなー。いやー最後めちゃくちゃ荒ぶったね、めちゃくちゃ荒ぶって、うわ2位だ、ダメだな。ただね序盤中盤はまあまあ逃げ切れたんで、まあ、そこはいいでしょうということで、パート2の、レースはねこれにて終了としたいと思います。ご視聴ねありがとうございました。よければね登録&フレンド申請もよければねお願いします。ではでは。